ニング娘。道重さゆみの今夜のうさちゃんピース。こんばんは、モーニング娘。道重さゆみです。はい、ですね、8月28日にモーニング娘。の54枚目のシングル、わがまま気のまま愛のジョークと、あと今回また両 A 面シングルということで、愛の軍団、まあ、2曲、2曲ともタイトルに愛という文字がついてるんですけど、まあ、こんな2曲をこう発売させてもらうんですけど、まあ、でも今回は本当に田中玲奈ちゃんが卒業して、この10人の体制になって初めてのシングルで、まあ、多分なんですけど秋頃に12期メンバーが入ってくると思うので、今のこの10人体制では最初で最後のこうシングル曲となるんじゃないかなということで、まあ、皆さんには本当に本当に期待大というか感じなんですけど、まあ、このわがまま気のまま愛のジョークと愛の軍団は、でも本当に初めて聞いた時に両方ともすごい好きな曲だなって思ったんですけど、歌詞で特に好きなのは愛の軍団の方は、なんて言うんだろう、モーニング娘。を歌ってる感じがするんですよ。なんか特に、まあ、特にこれはまあ私の、まあ、なんか私だけの考え方かもしれないんですけど、目的知らずこの世に生まれ年重ねた今っていうところがもうなんか自分だなって思うんですよ。でその後に使命的な何かが生まれてきたのは事実っていうのは、なんかリーダーとしてのさゆみになんか重なる部分がちょっとあるなと思って、で感想明けのそこの部分、さゆみが歌わせてもらってるんですけど、まあ、目的知らずというか、もう大好きっていう気持ちだけでモーニング娘。に入ってきて、まあ、いつの間にか 10歳年を重ねてきて、でも今リーダーとして頑張ろうと思ってる、なんかその使命的っていうわけではないけど、でも頑張ろう、リーダーとしても頑張らなきゃなって思っている時に、なんかそういう気持ちもちょっと生まれてきた頃なので、なんかすごい今の自分にぴったりな歌詞だなって思いながら聞いたりとか、レコーディングしたりとか、まあ、コンサートとかでも披露してるんですけど、そう思うと愛の軍団はすごいモーニング娘。なんですよね。この歌詞がとにかくモーニング娘。だなって思うので、まあ、愛の軍団って多分モーニング娘。の軍団のことなのかなって、つんぐさんがどうやって書いたかちょっとそこら辺はちょっとわからないんですけど、てめえそういう風に聞いてるので、まあ、皆さんがどう歌詞を捉えるのかわからないんですけど、もしよかったらそういう風に聞いてもらえたら嬉しいなと思います。でも本当に10人になって初ということで、まあこう歌唱力が高かった田中玲奈ちゃんが卒業して初めてなので、まあ、どんな感じになるのかなとか、大丈夫かなとか不安がなかったわけじゃないんですけど、でも本当にみんながすごい頑張ってくれてるので、あ、大丈夫だなって安心できた部分もあるので、本当にこの10人の体制にも期待しててほしいなと思います。はい、というわけで今日もですね、使命的な何かを感じながら頑張りたいと思います。道重さゆみと30分最後までお付き合いください。それではまずは皆さんご一緒に今夜もうさちゃんピーン。